名人戦競争はボートレースのプレミアム GI 競争の一つ。通称マスターズチャンピオン。出場資格に年齢制限が設けられており、45歳以上の選手のみで行われる。本校では名人戦競争に関連するレースについても記述する。ボートレーサーにおけるベテラン世代のトップ選手を対象とするレースである。2014年からは、 マスターズチャンピオンという通称となり、プレミアム GI に格付けされた。優勝者は、翌年のボートレースクラシックの優先出走権を獲得する。出場選手は52名。級別は不問であるが、年齢制限が設けられており、当年4月1日に満45歳以上になる選手から選出される。なお、第1回から第3回までは、満50歳以上。 第4回から第18回までは、満48歳以上に限定されていた。性別は問わない。優勝賞金は2019年度より1100万円。2011年度から2018年度の優勝賞金は1000万円だった。フライングや出遅れをした選手には、厳しい罰則が課せられている。新英王座決定戦競争、女子王座決定戦競争といった世代別や、 性別限定のタイトル戦が開催されていたが、ベテラン選手の勝率上位者による GI 競争として、協定名人戦競争が創設された。第1回大会は2000年4月18日から23日までの6日間、ボートレース隅の江で開催され、高山秀則が優勝した。初期の頃のボートレース隅の江での開催では、往年のファンファーレや出走コールの再現がなされるなど、 当時の参加選手たちが若かりし、時代を彷彿とさせるようなノスタルジックな演出も行われた。ボートレース,スミノエとボートレース戸田で開催された際には、ドリーム戦の名も、鉄人、達人名、名称、名、匠といった名称で行われた。また、最終日の優勝戦も、名人位決定戦という名称で行われていた。2006年の第7回大会では、 当時62歳であった万谷明が GI 初優勝岡本義則が持つ GI レース優勝の最年長記録を大幅に更新した2008年の第9回大会でうか直子が女子選手として初めて出場2010年の第11回大会で日高かいつが女子選手として初めて優勝先進出を果たした二千十一年の 第12回大会より、協定名人戦競争から、名人戦競争に名称を変更した。2014年の第15回大会より、マスターズチャンピオンという通称が導入され、格付けが、プレミアム GI に変更された。2016年の第17回大会は、試行者推薦枠がなく、優先出場は、前年度覇者の今村豊選手のみであった。 2020年の第21回大会では、新型コロナウイルスの感染拡大と改正、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、緊急事態宣言の発令に伴い、無観客開催措置が取られた。出展は、ボートレースオフィシャルウェブサイトにある、マスターズチャンピオンの各回ページより、ありがとうございます。